洲本市の農園ではみずみずしく実った秋の味覚イチジクの収穫が最盛期を迎えています。赤く弾けるように実をつけたイチジク。洲本市にある山本秀和さんの畑では7月中頃からイチジクの収穫作業が行われています。今年は夏の長雨による不作が心配されましたが、先月中頃からの晴天により丸々と育った大きな実が収穫できるようになりました。薄めた海水を与えることで甘さが増し、収穫する時期によってみずみずしい味から濃厚な味へと変化するということです。山本さんの畑のイチジクは11月頃まで収穫が続き、大阪などに出荷されるということです。